かチャンネル。はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。はい、はい、今日は皆さんゆか巡りの覚えてますか？そう、ゆか巡りがチェジュに遊びに来たの。それで今日今からご飯食べてカフェでまたガールズトークをしようと思います。楽しみに。はい、皆さん、はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんこゆかさん、ゆかでーす。めぐりでーす。はい、皆さん覚えてますかわかんないけど ね、また来ましたよ。あの仲間たちらが好きな2人をまた。そうせよー、ありがとうせよ。まあ結構夜だから疲れてるけどね。そう、みんなぐちゃぐちゃやけど。だから今日は簡単にインタビューをしようと思います。はい、はい、じゃあ今日のタイトルは何ですかね。まあ仲間たちらがきっと好きなタイトルだけどね、今日は。今日は日本のセクシーと韓国のセクシーを何が違うか調べてみます。はい、まず韓国人が考えているセクシーの基準は、まあみんな分かってると思うからね。じゃあ何？え、何？それが気になる。そっから、そっから教えて。そうだ、韓国のセクシーの基準はじゃあ何ですか？じゃあ韓国のセクシーの基準は、でも私の基準だからね。うん、まあね、もちろん人によるけど。だから韓国のセクシーは、何？ちょっと見え見え。おっぱいやろ。嘘。もう大きかったらいいの？そう、でも思う、すごい思う。あ、おっぱい大きい人好きだよね。みんな。みんなイライラしてる。うんうん。俺みたいにやってるやん。そう。おっぱいが結構重要視される。じゃあ大きかったらいい？いや、誰に？これは強敵だな。セックスイコール大きいってこと？まあ、おっぱいか、お尻か。ああ、でも割合がおっぱいも多くない？おっぱいは100パだね、みんな。うん、なんか足は足も入る。あ、入る？え、それ全部綺麗ってことやね。確かに。じゃ人によって違うけど、うん、まあ圧倒的におっぱいを重視する人多いと思う。あ、日本より。ゆかはそうやって感じる。めっちゃ感じる。まあ、この意見はうちらの2人の意見ですね。めっちゃ感じる。だって、はい、あの BJ さんとかあの可愛いので売れてる子たちを見ると、やっぱりおっぱい、確かに露出率が高い。インスタフォローしてる、うん、BJ の女の子でしょ。そう、あ、もやはって、うん、だからそれはいいじゃん。それが美の基準なのね。なんかセクシーの基準みたいな。あ、だからなくはないと思う、韓国はね。うんうん、じゃあアイドルとか女の子のアイドルとかも美が大きい方がみんな好きな人が多いかも。アイドルはちょっと別かも。うん、細い方が大事みたいな。あ、逆に。だから、うん、韓国だったらゆかが、まあ、韓国人にして、うん、今日セクシーになりたいって言ったら、うんうん、何をするの？一応、セクシーになりたい、うん、セクシーになりたい。今日はセクシーだから相手が与えていいとするからさ、今日はでもセクシーの方に行きたい。でもやっぱりなんかオフショルダーとか着る、これ言うかな。肩ちょっとこう、うんうん、背とか、うん、なんだろう、何がセクシー、何がセクシー、パッと入れる。でもなんか人によって違うけどね。なんていうの、例えばいつもさスロギーみたい な、 なんかめっちゃ楽なやつ着てたとしたら、ちょっとこうカチッとめなブラをするかもしれない。ああ、そうか、形整える、そう、形整える系のブラをして、うん、ブラの話。ブラから抜けよう、ブラから抜けよう。セクシーの基準、でもセクシーの基準は圧倒的に私から見ては韓国は胸が重視されてて、で日本は2度は絶対好みいろいろあるよね。うん、なんか男、本当に男の人によって、でも男じゃないから分からんけど。なるほどね、はい、そう。でもおっぱい好きな人はいる、うん、でも足も好きだし、うん、お尻も好きな人はいる、いっぱいいるよね。うん、多分人によって本当に好きな、一番最初見る部分とかは違うかもしれんけど、うんうん、でも雑誌とか見てたら相対的に、まあ、お尻と胸は変わらんのちゃう。あ、なるほど。お尻めっちゃ綺麗なグラビアアイドルか、胸大きい人も好き。私、お尻好きかも。わかる、わかる。わかる、わかる、俺も。お尻好きかも。でも、ちょっと、最
近お尻、お尻鍛えるのすごい流行ってるから、日本は最近だから丸い、なんていうのアプリ、そう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 、うん、丸いのになりたいみたいな、四角い人が多いから、はいはいはい、四角い、なるほどね。なんかその韓国の方が男子受けをすごく気にしてて、うん、日本の方が女子にどう見えるかみたいな、女子が女子に対して女の子にどう見えるかが重要視されてる美の基準みたいな。あ、これ結構大事の話だね。だから男子に向けてなんか、ね、セクシーに見て見せたいとかそんなないよね。じゃあ、うん、人によるかも。まあ人にはよる、まあね、もちろん韓国もそうだと思うけど、うん、割合的に割合的に、うん、そうそうそう、あの男受けを気にするか女受けを気にするかだったら、そうそうそう、女受け、女受けの方がいいかもね。なんか例えばあのすーちゃんの友達、なんか名前言おうとしたよでも確かにゆかが言ったけど、やっぱ日本の友達いたじゃん、うん、男の友達に俺いて、うん、俺は圧倒的におっぱいなのね。そうだよね。で日本の友達はおっぱいじゃなかった。そう、逆になんか大きい人ちょっと嫌だもん。そう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 、多かった。あ、でもいる、本当にそういう人もいる。自分の彼氏彼女やったら大きい人はあんまりって普段になるって、そう見られるからじゃない、人に。え、なんかね、大きいのが別にそんな好きじゃないみたいな、そこに多分重要ポイント置いてない。そうそう、好きじゃない人も多分いるよね。でもそれもあんまり韓国では聞かない。どうなんだろう、あのうちは好みだからきっと全然胸とかより、うん、あの何お尻とか、うん、他のラインとか、うん、見る人いると思うけど、でもなんか日本のが多いと思う。その胸よりちょっとスリムな人が好きとか、うん、それが華奢な人が好きとか、うん、っていうなんかのが多いなって思う。分かんないけど何やろ、セクシー系、清楚系が好きな人多いから絶対そう、セクシーな感じ、全体の雰囲気、うん、顔が可愛いのが一番だよ。まあね、まあね、どんな国よりなんかでもセクシーの基準ではないかもしれない、それはなんか、あ、確かにそうだね。